ゴマモンガラは、フグメモンガラカワハギカに分類される魚類である。日本では、神奈川県以南、インド洋や、西太平洋の熱帯海域のンゴ礁に分布する。モンガラカワハギカで最大の種で、体長約75センチメートルまで成長する。英名は、ギリシアローマ神話のタイタンに由来し、その巨大さから名付けられたものである。和名のゴマモンガラは、ゴマ様の反転模様に由来する。 かつては、ヒレの先端部が暗色であることから、つまぐろモンガラとも呼ばれた。日本における主要な生息地である、沖縄県の方言では、赤じきラナー、カーワジャー、ユターフクルバーと呼ばれる。本染分けべらを従いクリーニング熱帯や亜熱帯の沿岸のサンゴ礁などに生息する。植生は雑食で、甲殻類、貝類、ウニ、サンゴ等を食べる。繁殖形態は、 男性で、すり鉢状の巣を作って産卵し、卵を保護する。浅い産後礁などに生息するため、スノーケリングやダイビング時によく遭遇する。性質は荒く、特に繁殖期には攻撃的になって巣に近づいた場合などに人に向かってくる。鋭い歯を持ち、噛まれると外傷を負うこともある。また、昼にもトゲがある。ありがとうございます。